ハムうまいですね。When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so. おはようございます。カメラマンのふーちゃんです。今日は珍しく僕が、動画を回させてもらってるんですけれども、タクゾーさんの平凡な一日という Vlog の、まあ、人気の企画があると思うんですけど、なんかタクゾーさんと打ち合わせをしてる際にですね、なんだか忙しそうな日があるぞと、これは全然平凡じゃないぞという一日がありましたので、ちょっとぜひそれを回して平凡じゃない一日を皆様にお届けできたらなと思って、今日は動画を回してます。まあ、話を聞いてる限りなんですけど、とんでもなく忙しいということなので、まあもう朝の、7時ぐらいなんですが、待ち合わせ場所に向かっております。30分です、おはようございます。朝から忙しいな、なんか。ありがとうございます。すいません、こんなタイミングで。いいなんかもらいました。こっから4社午前だけで回って、でそっから昼からは撮影もあるし、あと YouTube のマネージャーとのミーティングもあるんですよ。なるほど。オーダーにしても何種類かオーダーする種類があって、完全も人に対して寸法を全部測って、はいはい、オーダーする形と、うん、一応パターンオーダーというのがあって、ある程度のサイズ基本調べでの、まあ、微調整、それだけ SML とか決めといてみたいな。 すいません、ほったらかしにして。いや全然、僕はもうほったらかしで、こんな感じで記事の話してます。これ今あれですか、自分の止めた場所が分からなくなってるってことですか。そうですね。この間マスクなくしたんですよ、はい、だからもうあの黒のやつ今ないんですよ、2個なくして。あの高級マスクなくしたんですか。次は今車なくします。どこやったかな。そんなことあります。ちょっと急ぎすぎてね、いやもうにじみ出てますね、平凡じゃない感が。平凡じゃないからパニックなってるから。平凡がちょうどいいね。やっと見つけましたね。次は何の会社ですか。次はね、化学繊維の会社ね、ナイロンとか、はいはいはい、あとポリエステルとか、あのフリースの、ああなるほど、このリュック背負うとか、はあ、そんなピンポイントで選ぶんですか。そうそうそう、見に行って、でその次が T シャツの生地、はいはいはい、ちょっと他にもいろいろ見たいな、今作ってるロンティーとかのもう一個上のやつあるかどうか。なるほど。もしかしたらこの秋ぐらいから仕様がちょっと変わるかもしれない。スビンコットンのさらに上があるかどうかっていう、うんうん、なかったらもうこのまま行くし。なるほど。まあ、あとは値段との相談で。はいはいはい。ただいま10分遅刻でございます。こういうのめっちゃ夢想起こるんですよ。なんかご飯屋さんの予約とかも、はい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 、なんか遅れるの嫌らしくて、でも今日こそは遅れたらあかんねん、ほんまは。ほんまは遅れたらあかんねんけど、今日お会いする全員の方に動画見てもらいましょう、うん、普段の。あの、ちょっと見てほしいですか。あの車見つからんから。あ、そうですね。これの理由をちょっと見てほしいです。終わりましたね。あ、でも和紙とインディゴ、家庭がインディゴ、柔らかいなんかシャリッとしてるイメージ。ふい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 。そうです。
今で朝1、2、3軒回ったから次4軒です。ラスト。まだ今日の平凡じゃない1日の折り返しにも来てないですね。来てない。来てない。今日は服が多いですけど、この客からは服っていうよりか撮影とか。あ、僕ね、うち綿全然詳しくなくて、あ、うち経営量めっちゃ多いんですよ。あ、なんでレディースも透けてるブラウスがめっちゃ多い、うちは多いんで、ちょっとやったらそれでちょっと見させてもらえます。わかりました、はい、ちょっとじゃあその辺のコーナーに、はい、一緒に行ったらいいですか。あ、お願いします。その辺のコーナーがあるんですね。そうなんですよね。ちょっと見るのもっていうと、この辺ががっつり撥水が効いてるゾーンなんですね。これもコットンライトですね、めちゃくちゃ。そうですね、まあ、ナイロンがそもそもちょっと近いんで、チェーンではもうこの辺り、これが一番ですね。こっちは薄すぎるかもしれないですけど、ダウンにするんやったら薄さあんまり気にならないです。女子やな。新作、これどうすか。これのシャツとかで裸で着てもらえば、どっかがビーチクだな。急にテイストが。機能性ですね。これのオーバーオールとかね。薄いっすね。通気性もある。こっち、こっちですね。いや、車は…こっちですね。あ、こっちだったかな。はい。みたいです。はい。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、終わりましたね。午前の怒涛の生地選び。そうですね。何を選んでるのか最後の方もう分からんかった。だからもうなんか僕いつもあれなんですよね。生地選ぶときとかって、もう先に伸ばさないと。持って帰って決めますって言わんくて、もうその場で決めるって決めてて。じゃないと。でもここまで何社も何社も行ったの珍しくないですか。そうですね。サングラス行ったときは、サングラスのフレームの会社、はい、フレームの素材の会社、はい、でレンズの会社って回ったんで、はい、その時もう決まってすぐに決めていかんと、うん、次は昼からの現場へ向かいます。はい、昼からはスチール。そうですね、スタジオ撮影と、はい、あと自分の撮影も今からフーちゃんに撮ってもらう撮影と。なるほど。でそれと YouTube のマネージャーとの打ち合わせ。あ、まだまだですね。そうなんですよ。YouTube のマネージャーは顔モザイクかかっちゃうんですけど。なるほど。杉村さん見れますね。あ、美人の、うん、レイロ。そう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 。いや、見たかったですね。だから、ご飯ですか。はい。もちろん、ラーメンでございます。ラーメンでございます。こんな時じゃないとね、ラーメン行かれへんからって言いながら結構行きますけど。最近事務所行ってはらないですもんね、なかなか。そう、出てることの方が多いですよね。確かに。やっぱ 大好きなラーメンもなかなか。そうなんですよ。ほんまに多分ここ2週間ぐらい食ってないですね、ラーメン。スタジオ撮影でここ来るんですけど、はい、前ラーメン屋、向こうのラーメン屋は行ったんですよ。こっち初めてだから。だいたいこうやって打ち合わせとかあったりしたらその場所のラーメンを行くんで。あの寿司行ってもうどん食ってるじゃないですか。そうですね。寿司が多分ね、多分見てくれてる人はあれやけど、僕あんまそんな好きじゃないんですよね。だから。なるほど。麺食べてる方が好きやから。だいたいパスタ食べたり、うどん食べたり、そば食べたり、ラーメン食べたり。そうですね。麺率高いですね、やっぱり。どこ行っても多分麺食ってますね。麺どこ？あ、醤油系なんだ。麺六。鴨だしそば。なんかこうやって振るへんようにこうやってあげますよね。そうですね。あげますね。どうですか。うまいです。
大した味の感想言わへんじゃないですか。そうですね、うまいしかないですよね、ボキャブラリお願いします。はい、ちょっと今日一人連れてきて、すいません、失礼します。はい、とカメラマン、はい、で、もし言うのやったら、服とかも、ここに書いてあるんですけど、和紙で分かんないですよ。一応、均一タグというか、洗濯タグが付き合いなんですよ。ここについてます。これはインスタグラム用の撮影ですね。はい、インスタグラム用の撮影です。もうどっちかを常に撮ってます。聞こえました。あ、聞こえました。はい、すいません、お願いします。聞こえた。元気です、お久しぶりです。うん、見た目履いてるところがね、うん、ね、物量もこれが限界、うん、ありがとうございます。こっちです。本当あれですね、全然平凡じゃなかったっすね今日ね、疲れましたね。ほんまに疲れました。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。あとは無事帰りました。はい、ということで、今日は平凡じゃない一日をカメラマンのフーズさんに撮ってもらいました。またね、平凡な一日もまたたまーにあるので、そんなのも撮りたいなと思いますので楽しみにしておいてください。ということで本日は平凡じゃない一日を撮ってみたということになります。また別動でお会いしましょう。ありがとうございました。